皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は On a good day、 いい日というものを選ばせていただきました。そしてまずはね、今朝起きてにじこさんのね配信見ましたよ。いや私ね、もう結構なんか自分のチャンネルで最近忙しいというか、まあそれであんまりね他の方の、まあ、配信はたまに見るんだけども、コメント欄までってあんまり見ないんですけども、たまたま 2,3 日前にねにじこさんの配信のコメント欄を見たんですよ。そしたらムーンさんがねこんなコメントをしておりまして、にじこさんこんにちは。昨夜のまよともチャンネル楽しかったです。桜子さんと角柊さんの会話に引き込まれて、まだまだ聞いていたいと思えた素敵な時間でしたね。角柊さんは才能あふれるプラス努力の方ですね。いつもクオリティの高さに感動してます。私は勝手に長女の桜子さん、次女の恵美さん、末っ子のにじこさんと思ってるんですけど、角柊さんも兄弟ということでよろしいでしょうか。順番からしたら弟なんでしょうけど、落ち着き感とかあのソフトな話し方とか、なんかお兄さんって感じがします。カズさんに出会ったことでにじこさんの素晴らしい才能が引き出されたと思ってるんですけど、そんな方がたくさんいらっしゃって、そしてみんな最高なんですよ。なんて素敵な世界ってね。それで思わず私ね、ムーンさん、私が次女ですか、光栄ですって返信したんですけれども、そしたらこれをねにじこさんが昨日の配信でね紹介してくださっておりまして、ちょっとめっちゃ嬉しかったんですけれども、そして私も最近ねチャムさんからね、あの桜子さんのナレーション、にじこさんとえみさんの豪華メンバーで一度やってもらいたいとかっていうコメントいただいたんで、そのこともちょっとにじこさんにね言って、なんか3人セットみたいな仲良しみたいにね視聴者様が思ってくれることがとても嬉しかったですっていうようなコメントをしたんですが、いや私本当にね嬉しい、すごい理想な形だなと思ったんです。私以前から言ってますけども、まあ、カズ YouTuber さんの方とはライバルではなくね、みんなでね一緒にカズさんを応援していきたいと言ってますが、もう本当にそんな世界になってきてるなと思ってね、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ムーンさんありがとうね。そしてこちら昨日ご紹介したチャムさんのコメント、タイの Spotify バーラル50の7位に死ぬのがいいわがランクイン、タイでなぜこの曲がということでしたけどもね、ノンナさんがねあの風さんのカバーをしているシンガーを見つけたと、タイで人気がわかる動画があったということをねコメントしてたんですよね。それでノンナさんもそれにコメントを、もうタイの言葉でやったみたいなんですけれども、さすがノンナさんと思ったんですけどもね。そしたらねチャムさんからメッセージが来ましたね。その死ぬのが嫌が1位になったよって、もう私もびっくりしちゃって、すごすぎる、ドキドキしてきた、教えてくれてありがとうやばって返したんですけど、すごくないですかこれ、すごいよね、ちょっとどういうこと。いや本当に、いやレア情報、チャムさんありがとうございます。そしてね昨日ゆりさんがアンジーさんへと絵を描いてくださいましたけども、そのアンジーさんからこんなコメントいただきました。 Thank you very much、 本当にありがとう。 Thank you for making this video エミさん、このビデオを作ってくれてありがとうエミさん。 Thank you for awesome and cool drawing ゆりさん、ゆりさん素敵な絵をありがとう。 And everybody here、 そして皆さんありがとう。 Kaze's Q&A are so sweet and funny、 Kaze さんの質問と答えはとっても素敵で面白かったわね。 Also I love the corgi plushie、 そしてあのぬいぐるみたち可愛いわね。 And the calendar、 そしてカレンダーの言葉たち。 This video really makes me feel better、 ここに来ると本当に気分が良くなるわ。 I lost my grandma this morning、 今朝私のおばあちゃんが亡くなりました。 Thank you again for all the love and positive energy here、 皆さんの愛とポジティブなエネルギーに感謝します。It feels like God allowed us to find each other。なんだか神様が私たちを出会わせてくれたように感じるわ。And find love and kindness here. Thank you。そしてここの愛と優しさに出会わせてくれたように感じます。
ありがとう。ということでね。Thank you, Angie. I pray for you. Thank you. そして今朝、ズズさんから焼酎お見舞い来てましたね。今日から8月に入りました。皆さん、夏してますか？ということで、風さんとスイカね。そして、スイカ割りをしているビデオも映ってたけど、ちょっと笑えるんですけど、ちょっとウケたんですけど、何これ。ねえ、あのズズさんが最後にはカパッとちゃんと割るっていうね、オチがついててね、いや面白いね本当に。そしてリンとみおさんからこんなコメントいただきました。えみさん、ふと見ると皆さんのコメント数がすごいことになってて毎日びっくりしてます。そしてその中は本当にバラエティに富んでいて、しかも楽しいだけじゃなく深く考えさせられたり、共感で涙したり、感情いろいろ忙しい、まさに参加型 YouTube でも、それもえみさんの愛、優しさ、編集力、そして演技力あってこそ。そんなえみさんの広く熱い胸をお借りして、みんな安心して自由に心解放しているのですね。いつの間にかとっても素敵な空間が生まれていましたね。話変わりますが、ストーリーの答えでヤギさんとの写真の風さん、すごく小さく見えませんか？先ほどズッツさんがアプリに上げてくれたスイカを持つ風さんも小さい。そういえばお姉様宅でのお好み焼き食している時も膝を抱えて小さかった。体自体大きくて、なおかつ内面も広いからとても大きく見えるのに、どうしてあんなに小さくなれるんだろうと疑問が湧いてきました。何したって可愛いのは承知の事実ですけど、サイズ感まで変えられるとは。そして別荘にいらっしゃるカーロさん、昨日チケット申し込みました。私も当たってパナスタでお会いできたら嬉しいですね。カーロさんがお元気になられることを願い祈りたいと思います、ということでね。そしてコメントした小さい風さんの件ですが、割と最近解体が結構小さい風さんだったと今気づいたので送ってみますね。溜め込んでたフォトフレームに合わせて描いたので絵自体も小さいんですけど、ということでね、こちらのようね送っていただきましたよ。さすがリンとみおさん、ちょっとめっちゃいい。そう言われれば小さくも見えますね。いや思わずサムネにしてしまったんですけどね。リンとみおさんありがとうございます。そして今朝アプリでね、藤井風アローンアットホームツアー2022振り替え公演チケット再販売のご案内ということでね、来ておりましたけれども、これね、情報は皆さんアプリで見ていただくとして、ナッキーさんからね、エミさん今風陣のスタッフのツイッター見たら、エミさんのマークひまわり使ってるっていうことでね、これあの風さんのスタッフのねツイッターね、これでも同じようなお知らせが来てたんですけども、このひまわりマークは使われてるということね、教えていただいてね、私も思わずちょっと嬉しくなっちゃったんですけども。それでひまわりといえばね、のんのさんがこちらのひまわりフォーエミさんということで載せてくださってたんですよ。すっごい素敵じゃないですか。もう思わず感動してしまいました。のんのさんありがとう。そしてそんなナッキーさんからね、エミさん、ゆりさんがロナさんが風エモンってキャラ作ったから風部屋作ってみたらって、そしたらなんかこの子がなんとなく私には風チンのイメージ違うかなということで、こちらのねクマさんを送ってもらったんですけどね、そう言われればなんとなくわかる気がしますよね。なんか風さんに似てる気がするって思っちゃいました。ありがとうございます。そして本日はじゃあナッキー劇場から行きましょうか。エミさん、みんな優しいね、ここの住人さん、そして素晴らしい人たち、幸せだ。どんな読み物よりもここが充実。エミさんの朗読力もますますアップ、そして国際交流もどんどん広がる広場フォーム、幸せの国。今日のお話は私の想像と願望だよ。風ちんと頭痛。風、わし昨日みんなに質問あったらどうぞってストーリーあげてみた。ず、また新しいことやってみたんだね。どんなの来たの？風、いっぱい来てスマホがパンクしそうになって焦った。で、
いくつか答えたんだけど、ほんまいろんな質問来た。そうや、ズッツさんがわしのビーガン弁当の写真いっぱい載っけたでしょ。ズ、それがどうしたの。風、なんかわしが弁当屋を始めたって勘違いしている人がおって、弁当の中身とか値段聞いてくるんよ。わし違うってうまく言えなくて慌ててありがとう難しいって切っちゃった。ズ、そうか、みんな風にいろんなこと聞きたいんだね。そろそろ YouTube 生配信やるかって勝手に望んでいる。チャンスを逃したもう一人の女よりということでありがとうございます。そして黒黒さん、エミさん、ワクワクサマー、インビサラインズ久々登場。上野派、久しぶりやね皆さん。うちら日陰の実口の中にスポットライト当ててもろうてありがたいことです。下の派、ほんまやねなあ、エミちゃんの声いつ聞いても甘くて可愛いな。好きやわ、とろけそう。上の歯、歯が溶けたら歯周病じゃないかい。下の歯、それにしても女優やなエミさん。上の歯、内容も濃いで、人種の壁をスコーンと超えたヒューマンドラマ、感動と涙のスペクタクルやん、愛しかあらへん。下の歯、そうそう、ほんでセリフが上手くなってん、歌も歌うで。上の歯、ほんまよな、ミュージカルもいけるんちゃう。人生泣いたり笑ったり、甘くて苦い青春病、エモすぎる。下の歯、そのうちエミさんトム・クルーズと共演するんと違うな。上の歯、そうやな、そしたらチャンネル名を変えんといかんな。下の歯、なんて。上の歯、エミズ・ライフ・イン・ハリウッド。下の歯、セレブリティゴージャスやん。上下、みんなで気分ワクワクドキドキアゲアゲやん。お後がよろしいようで、感謝を込めてということでありがとうございます。そしてタカコさん、エミさん、風友の皆さん、本日も暑いですね。たくさん水と塩分摂取しましょう。小話第7話、風とズッツさんの夏休み。カランコロン、ドアが開こうと、風、 I'm home パピー and マミー帰ったで。三つ音ママ、おかえり。風、ズッツさんにこの暑い夏暑い春に連れてってもろうた。三つ音、よかったな、暑い春にわしも行きたいな。ズ、お久しぶりです、さすがお父様、ホットスプリング後で行きましょう。三つ音、この前は風が大変お世話になり、 Thank you very much indeed. Yes, I'm Wild Dandy マネージャーなので。みつお、昨日の昼のインスタライブでわしも質問したのじゃが、風、思いつきで配信したら思いのほかみんなの質問に答えられなかった、ほんまごめん。みつお、今回コンサートでギターを弾いとるらしいな、尺八はどうした。風、ズッツさんがギターかっこいいって言うから頑張った。みつお、ピンクのブルーレイ昨日も見てたけど、盤面紹介の時尺八の藤井風ですって、マイクを尺八持ちしとったからすっかり尺八練習しとると思うとった。風、尺八にその長谷川翔山さんに尺八の持ち方バッチリですって褒められたわ。ず、和楽器ってまともな音出すの結構訓練しないといけないので、今回はギターにしたんです。みつお、じゃあ次回はこれにしなさい、消毒しておいたから。ずつと風、顔を見合わせる。みつおのアルトリコーダーそうなんだ、はい、ありがとうございます。そしてマコリンさんから、エミさん、皆さんワクワク様です。カズさんのインスタストーリーに今回もご縁がありませんでした、でもシェアしてくださってありがとうございます。リアタイできてたら心臓バクバクして何にもできなかったと思います。日曜日は炎天下で農作業をしてました。5年前から札幌郊外の山のふもとの20坪ほどの貸し農園で
野菜を作っています。作業は毎週日曜日しか行けないのであまり手はかけられないのですが、見よう見まねで楽しみながらやってます。今の時期はきゅうり、ズッキーニ、ナス、ピーマン、トマトなど、今後は枝豆、落花生、菊芋、じゃがいもなどが続きます。もちろん無農薬ですよ。自分で育った野菜は新鮮で美味しいです。ただ山が近いので鹿や野生化したアライグマ、時にはヒグマが来て畑を荒らすので、せっかく育てた野菜が食べられない状態になることも。まだ足跡だけで実際に出くわしたことはないですが、そんなこんなで汗だくで帰宅してシャワーを浴びて缶ビールをシュピッと開けてYouTube 見たら、エミさんのコミュニティでインスタストーリーでカズさんに質問できましたかって、なのこっちゃとインスタ上げたけど、もうアフターフェスティバルルーゴで後の祭りまたタイミング悪かったと思ったけど、いやいや今日は畑作業頑張って野菜もいっぱい収穫したし、おかげでビールも美味しいし、いい日だったよ。うんうん、カズさんストーリー上げてくれたのに、私今日忙しくてかまってあげられなかったわ、ごめんね、なんていう風に気持ちを切り替えました。付き合ってあげらんでごめんね。脱線しますが、ヒートツアーブルーレイのモーエイワの付き合ってあげられんでごめんねが好きすぎます。軽くウィンクしながらペコちゃんの下、何なんですかあれ、可愛すぎるでしょ、すいません取り乱しました。でマコリンさん、私思わずこれ見ましたよ今。ちょっとやられちゃったあのシーン、びっくりした、ズキュンですよ。ちょっと皆さんも見てみて、もうねいいそしてね、このあと死ぬのがいいわにつながるんだけどね、タイで今一番っていう、いやーあれもスムーズね、ちょっとびっくりしちゃった、もう思わず続けて聞いちゃいましたけれども、いやこういう場面なんか教えてくださってありがとう。皆さんもね、あここの場面好きっていうのがあったらね、ぜひぜひ教えてください。そして収穫した野菜と畑に水やりしている私と畑から見た手稲山の写真を送ります。私は明日死んでも後悔しないように、今は少しずつその準備をしているところです。その第一段階として、嫌なこと、気が乗らないことは無理にお付き合いせずにお断りする、これが自分にはなかなか難しいのですが、時間もお金も限られているのだから、これも付き合ってあげらんでごめんねですね、ということでね、本当その通りですね、ありがとうございまして、そしてこちらの素敵なお写真を送っていただきました。そしてね、私の両親も札幌の隣町江別というところに長らく住んでおりまして、そしてこういう畑をね借りてたんですね。なのでそのお話をねしてね、子供たちもねそこで耕したりね収穫するのすごくね楽しんでたんですよね。いや懐かしかったです、ありがとうございます。そして8月2日の言葉は Believe me、 私を信じて。 I know what I'm talking about、 私は自分で何言ってるか分かってるのよ、ということでねなるほど、まあこれが本当か分かんないけど、私もねちょっと昨日の動画ではいろいろと語ってしまいましたが、私の過去の動画もね声に出して読ませていただいたんですけども、たくさんコメントいただきましたので、その一部をご紹介させていただきますね。オロオロさん、エミさん、ここの住人の皆さん、ワクワク様です。もう皆さん素敵すぎます。才能に解放に感動、いやー愛しかないです。シェアありがとうございます。エミさん、声に出して配信してくださって改めて本当にありがとう。心に響いて魂に届きます。私も自分を生きてなかった、いろいろなことが起こると私がどうにかしなきゃって使命感に燃えて、自分が病を患ってもまだ家族のために元気でいなきゃって、いやーよく頑張った、頑張ったご褒美に風邪知恵に出会えた、ズズさんじゃないけど私も脱皮できた、軽やかになれたから
優しい波動のエミさんのチャンネルにチューニングできて、毎日ワクワクの日々。視点が変わると世界が変わる。外側じゃなくて私の内側にあった。今日もたくさんの気づきをありがとうございます。ということでね、ありがとうございます。そしてスマイルさん、エミさん、ありがとうございます。配信見た後に空を見上げて手を広げて深呼吸しました。藤井風さんとのつながりでエミさんと出会えたことに感謝します。心地よいチャンネルのおかげで毎朝視聴することが日課になりました。家族愛の深いところ、涙もろいところが私と似ていて安心できます。毎日お仏壇に家族全員の名前を言い、健やかに穏やかに幸せに仲良く過ごしますねと手を合わせています。これからボランティア活動、お互い様の気持ちで笑顔に出会えることに喜びを感じる時間です。藤井風さん、先週病、大好きな MV を見て出発します。エミさん、今日一日お疲れ様ということでありがとうございます。そしてタカコさん、エミさん、ワクワク様です。そしてアンジーさん、ワクワク様使っていただきめっちゃ嬉しかったです。 Thank you。 ユリさんとノンナさんを挟んでのやり取りに、またまた新しい交流に感動。カーロさん、3食昼寝付き別荘って、なんならいつでも飛んできてくれる頼りがいのある方々付きですよね。11年前、私もある病に倒れました。移植以外生きる方法がないと告げられ、奇跡的に妹と肩が一致して無事移植は成功。しかし担当医から告げられたことは、日本でも珍しい種類なので移植しても生存率 20% から 50%、 移植さえすれば助かると思っていた私は泣き崩れました。そんな私を見て担当医が、考えてください、 50% もあるんですよと。そうか、その言葉に涙は止まり、 50% に何が何でも入ってやる。まだ小学生だった子供のことだけを考え乗り切ることができたのです。風さんの死生観や歌に救われた方多いと思います。私のように死を身近に感じた方多いのではないでしょうか。おまけ、ちょっと怖い話、治療は言葉では言い表せないほど過酷でした。ある日目が覚めると、私の隣に頭から足まで真っ黒な人の形をしたものが横たわっていました。ひっと背を向けて目をつむり、しばらくしてみるといなくなっていました。後にテレビで、死が近い人の後ろに真っ黒の人が見えるというお話を見て、あの時私危なかったんだとゾッとしました、ということでね。そしたら黒黒さんがね、あの、その怖い話、私も同じこと経験したわ。昨日のタカコちゃんが私にコメントした場所に私コメント残しました。なんで同じなんやろ。でタカコさんも飛んでたよっていうことなんですけどもね。いやー、そういうことがあるんですね。そしてエミさん、コメントにも書きましたが、11年前闘病日記を私4コマ漫画で書いていたのを思い出しました。長い長い入院生活の中、同室になった個性豊かな方々を漫画にしてました。どんぐりおばさんとか名前つけて、カーロさんと同室になったら絶対漫画にしてたと思います、ということでね、こちらを送っていただいたんですよ。いやー、ちょっとすごいね。これもめっちゃ才能じゃないですか。ちょっと、ね、今回は全部読み上げませんが、皆さんこれじっくり見てみてください。はい、ありがとうございます。そして退屈すぎて落書きをよく病室でこっそりしてました。明日なんか来ると思わず今を燃えようですね、ということでね。そうですね。そして他にもね、ゆりさん、えみさん、ワクワク様、今日も学びをありがとうございます。星ふるふるさん、えみさん、今日も胸にしみ入る配信をありがとうございます。涙が溢れ、心のほこりがきれいに取り除かれました。エミさんの読み上げの声素敵です。で、そしてチャームさんもね、今日この頃だ、すごく懐かしいわって、ね、言ってくださってね。いや、私ね、昔文章でやってた時は
もういつも最後は今日この頃だで終わっててね、ちょっと懐かしくなりました。そしてね、ちょっと好評だったんで、今日もまたね、過去の私の投稿したものを朗読させていただこうかなと思います。そして今回はこちらを読ませていただこうと思うんですけれども、これはね、6ヶ月ほど前に投稿したものになります。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a good day everybody。 エミでした。ではまた。心配の反対語は安心ではなく信頼。心配されていいことなんて一つもないと思う今日この頃。日本は先進国の中で自己肯定感が目立って低い国だという。親が心配しすぎるから心配な子供に育ってしまうとのことだ。日本の若者の自己肯定感を低くする親の口癖とはという記事を読み、妙に納得したので、皆様にも少しその記事の内容をご紹介したいと思う。まず一番共感したのは、心配の反対は信頼だということ。本当にその人のことを信じて信頼していたら心配などするはずがないのだ。私も子育てをしてきて、一度も子供たちに勉強しなさいとか言ったことがないが、それはやっぱり子供たちを信頼しているからに他ならない。そしてやはり心配する気持ちや信頼する気持ちって言葉に出さなくてもその相手に伝わり影響を与えていくものなのだと思う。この記事の中では、信頼される大人になってもらうために、まずは母親が心配を信頼に言い換えてあげてくださいと言っている。そういえば以前、心配事の 90% は実際には起こらないと聞いたことがあり、私の人生を振り返ってみても本当にそうだなぁと思う。最近で言うと、藤井風さんが紅白歌合戦に出ることにあたって一部のファンが心配していたようだが、結果最高の演出で最高の初舞台になった。ちなみに私は最初から一切心配せず、風さんとチーム風を信じていた。結局心配して心配されて、ネガティブな波紋は広がってもいいことなんて一つもないと思う。私たちがするべきことは、ただ信頼してあげることなのではないだろうか。ただ信頼することにはそれなりの忍耐と覚悟が必要となるので、まずはそんな自分自身を信頼してあげることが一番大切なのかもしれない。そんなことを思う今日この頃だ。